ちらは久保崎切れ三号和重治水の日です。室町時代から洪水に苦しめられ、多くの人が水と戦ってきました。今回の岡崎町物語は、水と戦い、水と生きてきた町、睦永区を紹介します。岡崎市の中心部、矢作川沿いに広がる睦永区。かつては学区の中心に川が流れ、田園地帯が広がっていました。昭和45年から大規模な区画整理事業が行われ、田畑が住居に変わり、人口がどんどん増えていきました。現在ではマンションや大型商業施設もできて、便利でとても住みよい街になっています。こんにちは。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。睦永区の総裁会長の長坂です。よろしくお願いします。お願いします。長坂さん、はい、この睦永区はどんな学区なのか教えてください。はい、睦永区はですね、住むにはとてもいい、環境が揃っています。駅や学校、病院もすぐ近くにありますし、国道248号線と県道2本が通っていてですね、交通の便もいいです。公園もですね、野球やサッカーができる広い睦永公園や明神橋公園など大小13の公園もあります。大型の商業施設のコムタウンも、それから岡崎市体育館も美術館も学内にあります。便利ですから、いろんな人がいっぱいここへ移り住んできているんですよ。本当に自慢の学区なんですね。まあそうですけども、ここまで来るにはですね、お昔の人々並みならぬ苦労があったんですよ。どんな苦労があったんですか？はい、今の音はですね、日立からまっすぐこの八重川につながっていますけども、昔はですね、ここから南へ折れて、学区の中心部を流れていたんですよ。そのためですね、大雨が降ると水害が何回も発生したようで、室町時代ここに、堤防を作ったんですね。それが今の音川の原型になっています。人工的に川の流れを変えたということですね。はい、すごい事業ですよね。当時の堤防というのは今より、ね、低かったものですから、大雨が降るために結構何回もですね、水害があったようなんです。明治15年9月ですね、大雨が続いたんですね。そしてこの辺り80メーターから90メーターにわたってここは決壊したんですね。大量の水が濁流となってこう押し寄せて、死者は47名とも言われ、多くの家が流されたり壊されたり、田畑も水に流され、あるいは泥にもあって、お米の収穫ができなかったという大きな被害があったんです。そこで、3年かけて、これを修復しようとして、この堤防をですね、また作ったということなんですね。その時の内容を記したのがこの三号和重治水の日で、向こうに見えますのがその当時亡くなられた方の名前を刻んで追悼する日なんです。多くの人の苦労と努力があって今の睦永区があるということですね。はいはい、そうですね。昭和45年からですね、この南の一帯はですね、区画整理事業によって水田が埋め立てられて宅地になりました。でも集中豪雨による浸水がもうたびたび発生してたんですよね。特に平成20年8月末豪雨ではですね、床上床下浸水が496世帯にも及ぶ大変な被害だったんですね。それで地下にですね、雨水ですね、それを一旦貯めて置くという貯水管をですね、この久保崎から南へ1266メーターにわたって埋めるという工事をしたんです。で、今は睦永体育館から直接音川へ放流できるように、排水できるように、今睦永雨水ポンプ場の建設が今着々と進んでいます。睦永駅の北、矢作川を望む丘の上に新宮遺跡があります。縄文時代から鎌倉時代にかけての複合遺跡で、居住跡や矢尻、斧、土偶など発掘され、県内でも有数の遺跡と言われています。山口さん、ここにはたくさんの遺跡がありますね。はい、ここは、昭和48年、今から約50年ぐらい前に、区画整理の事業中に遺跡が発見されまして、遺跡が発見されてからですね、これまでに何度も発掘調査というのがされてきております。
で、発掘調査の結果から分かったこととしては、この場所が縄文時代の終わり頃からですね、平安時代、鎌倉時代とかの時代、そして現在も住宅地になってますけれども、昔から人々が住んでいた場所だということが分かりました。で、発掘調査の成果として、縄文時代の、住居の跡が、12棟出てきておりますし、あとは古墳時代の住居や平安時代の住居なども、確認されています。出土品の中にはですね、縄文時代の暮らしが分かる石で作った斧ですとか矢尻、あとは土偶と言われるものですとか、亡くなった人を納めるための土器棺と呼ばれるお墓の一部もたくさん見つかっています。どれぐらいの広さから見つかったんですか？はい、遺跡の広さとしては約4万平方メートルと言われておりまして、名古屋ドームに換算すると1つ分の広さということになります。そんなに広いということは、たくさんの人が住んでいたということですか？そうですね、縄文人の暮らす村が一つここにあったというふうに思いますので、多くの人が長い期間住んでいたということが分かります。この遺跡の周りには近くに矢作川という大きな川もありますし、山も近いということで、川の幸や山の幸というのが身近に取ることができるということで、非常に暮らしやすい場所だったということが分かります。こちらは大城屋斉藤家。大城屋とは江戸時代の地方役人の一つで、農民身分としては最高の地位のことを言います。大城屋斉藤博次氏が睦名小学校の祖となる仮木校を開校しました。江戸時代から明治時代にかけて木綿生産が盛んでしたが、明治30年に三流社が設立されると、養蚕と生糸、絹製品の製造が盛んになっていきました。付近の農地は桑畑となり、音川や山綱川流域の農家のほとんどが養蚕を営み、繭を三流社に納めていました。現在のコムタウンは三流社の広大な工場跡地に建てられ、多くの買い物客でにぎわっています。また万有製薬の跡地には分譲住宅と大規模マンションが建設され、およそ750世帯の方が暮らしています。長坂さん、睦名学校、これからどんな町にしていきたいですか？そうですね、ご覧の通り家がたくさん建ちまして、新しい人がどんどん移り住んできていますので、昔からいる人と、それから新しく移られた方と、各の行事などを通じてですね、つながりを深めて、調和の取れた住みやすいいい町にしていきたいと思っています。なるほど、住民の皆さんもさらに暮らしやすく楽しい町になりそうですね。そうですね、そのように頑張りたいと思います。長坂さん、今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。